短い出場時間だったんですけど、まあ、やっぱり相手選手 そのクオリティの高さというか、まあ、個人としてもチームとしても、まあ、やっぱりレベルの違うところにあるなというふうに試合して感じましたし、まあ、その中で、まあ、自分ができることできないこと少しは、まあ、理解できたのかなというふうに思いました。練習と試合だと、まあ、その雰囲気だったり強度とかそういう部分も変わってきますし、まあ、より実践的な方がそういう課題だったりっていうのはまあ見つかってくると思うので、まあ、そう試合を多く重ねて、まあ、自分のできることできないことを、まあ、もっと理解して、まあ、改善できるようにしていきたいなと思います。とりあえずは千葉銀カップでのために、まあ、とりあえずはまあ、試合に絡んでいけるように、自分自身としてもまあチームとしてもより成熟していけるようにまあ努力していきます。